どうも皆さん、こんにちは、コシです。ということでね、たまたま見てくれたそこのあなたもぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。まだ何もやってないけどな。ということで、本日カメラコントロールレビューをしたいということでですね、iPhone 16 Pro を購入してもうなんだかんだね1ヶ月以上経ってしまいました。で、 iPhone のねなんかケースとか、まあ、周辺機器のレビューばっかりしてて、iPhone 16 Pro 自体はレビューしてなかったので、そろそろね順番でねやっていきたいなと思っております。で、今日はカメラコントロールの、僕の感想をレビューしていきたいなと思っております。まあ、カメラコントロールっていうのはね、ここに物理ボタン、電源ボタン、下にね物理ボタンが、追加されました。で、これを押すとカメラがね一発で起動して、まあ、シャッターにも使えるし、まあ、ダブルタップとかグッて押したりとか、スライドスワイプもできて、まあ、いろいろねカメラの設定もいじれる超便利なボタンでめちゃくちゃ期待してたんですけど、まあ結論から言いますと、現状はねいつでもどこでもカメラ起動ボタンということで重宝はしているんですけど、まあ、それ以上それ以下でもないので少し残念だなぁと思っております。なんかもっとねなんか撮影体験とか操作体験が変わるかなぁと思ったんですけど、カメラを起動するボタンとしてはめちゃくちゃ便利、ただそれだけっていう感じに、僕の感想は思いました。僕はねプロカメラマンでもないし、もう本当にあこれ綺麗とか、あこのご飯美味しそうとか、まあ、そういう時に、まあ、よく写真を撮ってるんですけど、まあ、そんなレベルのね僕からすると、まあ、カメラ起動ボタンとして重宝しているが、まあ、それ以上それ以下でもないっていうのが結論でございます。でね、まずねグッドポイントなんですけど、画面内からカメラアプリをね完全に取り除くことができるっていうのが僕は結構嬉しくて、まあ、iOS 18の機能ではあるんですけど、この待ち受け画面のねここ、今までは、フラッシュライトとカメラ、据え置きだったんですけど、ここね、変更できるようになりました。で、僕は、まあ、ポケットから取り出して、家の鍵がすぐ開けられるように、家の鍵を起動するのを、まあ、両サイドに置いてます。どっちの手で持ってても、パッと家の鍵がね、起動できるように、鍵のアプリをね、置きました。で、ここからもカメラをなくしたと。で、アクションボタンは、まあ、アクションボタンで、こう別の、いろんなね、アプリを起動するために使ってるんで、これもカメラ用には使ってないと。で、ホーム画面のね、ここ。これは、まあ、どのね、画面に持っていっても、必ずね、ここのアプリ4つは残ってるので、僕はカメラを毎回ここに入れてたんですけど、ここもついに消しちゃいました。長押しして、ホーム画面からね、取り除くっていう操作をして、なんとホーム画面上に、カメラアプリがありません。なんですが、まあ、どんなね、アプリを使っていようが、このカメラボタンを押すと、一発でカメラが起動してくれると。ネット見てようが、YouTube 見てようが、あ、写真撮りたいと思ったら、この画面をパッて、この画面じゃない、カメラボタンを押すと、すぐねカメラが起動するっていうのがめちゃくちゃ便利だなと感じております。もういつでもどこでもどんな時でもどんなアプリを使っていてもカメラが起動できるボタンということで、現状ではね、それしかないのかなっていう感じでございます。次にですね、残念なポイントを、言っていきたいなと思います。僕が思ったのは、カメラコントロールでできる設定はみんなね、画面を操作すること、画面をタップすることで大体できるんですよね。まあ、操作としては露出、被写界深度、ズーム、カメラ、スタイル、トーンっていうのがあるんですけど、まあね、これらの操作は大体画面をね、こうピンチイン、ピンチアウトとかタップすることとか、こうドラッグすることで、だいたい操作できてしまうので、わざわざね、物理ボタンを使って、こう、ちまちまやる必要なく、操作ができるので、カメラコントロール、そんなにね、使ってないな。カメラコントロールボタンでわざわざやる
必要性がね感じられないなっていう思ってしまったのが正直なところです。あとですね、これは僕だけかもしれないんですけど、今までこうボリュームボタンでシャッター切れたりとか、あとね今だとアクションボタンでシャッター切れたりとかで、今回だとカメラコントロールでシャッター切れたりするんですけど、なんかね僕の筋肉がいけないのかわかんないんですけど、こうシャッターでね物理ボタンを押してグッて力入れると、僕の手ねなんか力入れるとすごい手が震えてしまうんですよね。まあ、こういう人もねいるんじゃないかなと思うんですけど、こう物理ボタンでセルフィー撮ったりとかすると大概、ブレてしまいます。まあね iPhone 自体の、カメラの性能がねどんどん良くなってるんで、ブレる確率っていうのは、まあ、かなり減ってきてはいるんですけど、やっぱりこのねグッて押し込む力を入れるこの瞬間ね、まあ今はね、丁寧にやってるんであれですけど、パッて急いで撮った時とかに、グッて押し込んだ時に、やっぱりこのグの動き。で、僕はなんか手が震えやすい体質みたいで、グッてね、力を入れた時に、手がね、プルプルするんですよね。こう、元から震えてるっていうのもあるんですけど、血圧とかは全然大丈夫ですよ。なので、やっぱりカメラで写真撮る時も、この画面をね、親指で、スッてタップする方がブレずに写真が撮れるので、カメラコントロールシャッターにも使っておりませんという感じになっております。ただね年末なのかな言われてるんですけど、アップデートが来て、このカメラコントロールがね2段シャッターで使えるっていうのはちょっと楽しみにしてます。半押しでピントを合わせグッて押すとシャッターが切れる。まあもうね、こうなってくると本当にデジカメみたいに使えてちょっと楽しいんじゃないかなとは思うんですけど、まあなんか実はやっぱり画面タップしてましたっていう動画を出してしまいそうな気がします。はい、というわけでですね、まあそんな中でもやっぱり1ヶ月ねこうカメラコントロールをかっちょよく便利になんか使えたらいいなと思って研究はね重ねてきたので、まあそんなにこう設定項目は多くないんですけど、皆さんにねおすすめの設定を教えたいなと思っております。設定アプリを開いてもらって、で、下の方行くとカメラっていうのがあります。ここねカメラで一番上にカメラコントロールがあるのでタップすると、このね一番上のクリーンプレビュー、これは絶対にオフにした方がいいと思います。これ何なのかっていうと、まあ、カメラコントロール押します、カメラ起動しました。で、カメラコントロールと、この画面タップね倍率変えたりとかするこの両方の操作を、同時にね行えるようにするためにはこのクリーンプレビューをオフにしないといけません。このねカメラコントロールをグッて押したりして、このカメラコントロールのねメニューが登場するとクリーンプレビューオンになってると、その他のね画面表示が全部消えちゃうんですよ。まあ試しにやってみましょう。クリーンプレビューをオンにします。でカメラ起動します。でカメラコントロールのメニューをクッて出すと、他の部分全部ねこうね綺麗に消えちゃうんですよね。そうするとこのせっかくねカメラコントロールと、画面タップをね両立させるといいんですけど、これだとね一個ずつしか操作できなくなってしまうので、こちらクリーンプレビューをオフにします。そうすると画面タップでね、倍率を変えたりとかもできるし、カメラコントロールを使えばこうねカメラコントロールの操作もできるようになります。でちなみになんですけど、このカメラコントロールのメニューね、カメラコントロールボタンを軽押しするとこう画面にメニューが出てくるんですけど、あとこちらの操作はカメラコントロールをこうスライドさせるより、一回カメラコントロールボタンをクッて押してメニューが出たら、あとはねこう画面自体を触ってスワイプした方が操作しやすいんじゃないかなと思います。でこれでねカメラコントロールと、いろんなねカメラの設定、画面上で行えるカメラの設定も、いじれるようになりますんで、こうやって使ってみるといいんじゃないかなと思います。
はい、そして次なんですけど、カメラコントロールのね、設定が結構面白くて、アクセシビリティの中にもあります。設定開いてアクセシビリティ。で、下の方に行くと、カメラコントロールっていうのがね、こっちにもあります。で、これね、設定項目違うんで気をつけてください。で、これでね、カメラコントロール、まあ、他、その他ね、いろいろ調整できます。で、一番上、カメラコントロールのそもそもオンオフができるので、まあ、使わねえわって人はこれでオフっちゃったら、まあ、誤動作でね、カメラ起動するっていうのもないかなと思います。で、次、軽く押した時の調整を表示。これをオンオフにできます。だから調整をね、オフにすれば、まあ、調整には何も使わずに、シャッターボタンとしてだけ使えるっていうのもできます。まあ、調整ね、まあ、今後に期待して、なんかうまくね、使っていきたいので、僕はオンにしてあります。で、あとはこの3番目ね、軽く押した時の押し心地を軽めデフォルト強めっていうので調整できるので、これ軽めにしとくとね、結構使いやすくなるかなと思いますんで、ぜひやってみて、ちょっと自分でね、触ってみて調整してみてください。で、2回軽く押す時の速度、デフォルト遅い、もっと遅いっていうのがあるんですけど、これは僕はデフォルトのままで使っております。このね、2つの設定をすることで、軽く押すとすぐメニューが出てきて、このメニューはね、ぜひ画面をスワイプして使ってみてください。そしてカメラコントロールとこの画面のね、操作が、両立できるようになりますんで、これでね、カメラのいろんな設定を瞬時に切り替えながら、写真撮影できると思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、ということでね、本日は、1ヶ月ね、iPhone 16 Pro を使って、そろそろね、この iPhone 本体のレビューもね、していこうかなと思って、まずはね、カメラコントロールの動画を出してみました。カメラコントロール、やっぱり新しいボタンなんで、賛否両論たくさんあって、ピも多い。でもね、そんな中でも、どんなところからでもカメラが起動できる。で、画面内からカメラアプリを消しても、カメラが起動できるっていうのは僕的にはすごい良かったので、まあ、カメラを立ち上げるボタンとしては気に入っております。その他はまだねあんまりうまく使えてないので、まあ、さっきね教えた設定2つ、やってみて、自分のね使いやすいようにカスタマイズしてください。ぜひねアドバイスも欲しい、こうやって使うとめっちゃいいぜみたいなやつも欲しいんで、ぜひコメントで聞かせてください。ということでね、本日も見ていただいてありがとうございました。よかったよ、あ、そんな考え方もあるんだなと思ってくれたらね、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ、1000人さ目指してて、まあね今10月もう終わっちゃいますけど、でも年末までにね1000とかっていけるのかなと思ってチャット GPT に聞いてみたんですよ。そしたら1日 3.6 人増えたら年末までに1000人いけるらしいので、1日ね4人超えを目指してやっていきたいと思いますので、ぜひねたまたま見てくれた人もサポートよろしくお願いします。タップするだけでございます。長々見てくれてありがとうございました。今回ねたくさん言い直してたら編集大変かなと思いますので、やってみたいと思います。完成形動画がねどんな風になってるか、ぜひね高評価、コメントとかいろいろ教えてください。ありがとうございました。バイバイ。